どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、サイバース族を私は救いたいんですよ。あの新パックにて登場したサイバース族モンスターたちがね、たくさん追加されましてね、サイバース族っていうのはまあ遊戯王ブレインズ、まあ俺見てないんだけど、途中までしか、途中までって本当なんか通話しか見てないんだけど、遊戯王ブレインズで主人公の優作さんが使っていた、属性の、まあ、属性っていうかまあ種族モンスターなんですね。サイバース族、サイバース族ね、サイバース族、サイバース族を私は救いたい、救いたいんですよ、救いたいんですよ。救いきれてない説はあるけど救いたい俺は。でいろいろカードプールは見た、新パックでどれが強いんかなって思っていろいろ見た、いろいろ見た結果、あのね全部弱、あ全あのね デグレネードバスターが強い結構。こいつ、まあ、通称ができないんですけども、あの自分の墓地のサイバー族モンスターを2体除外すると出せるよっていうモンスターで、で、ね、このカードの攻撃力より高い攻撃力を持つアイテムフィールドのモンスター1体を、エンドフェイズまで除外するよっていう効果を持ってるんですよ。でこの効果は相手ターンでも除外発動できるっていう誘発即時効果っていうね、遊戯王界最強の、効果を持っております。これを使っていけるかどうかは分からん。なんでかっていうとこっち2500あるから、もうなんなら打点2000くらいでよかったもん。2500ってさ、ブラマンジとか除外できないんだよ。こいつより攻撃力が高くないとダメだから、2500って微妙なんだよね。2000くらいでもうよかったんだけど、なんか2500あるんだよねこいつで。このカードなんか使いたすぎて、じゃあまあ墓地にサイバース族貯めればいいじゃねえかっていう話になりましてね。で、まあ、墓地にサイバース族貯めるギミックって言ったら何ですか皆さん。もう殿下の宝刀なんですよ。もうこれに関しては、これに関しては殿下の宝刀するしかない。で、高等儀式で8と2を落としてディサイシブ出します。で、ディサイシブでセットカードも除外していって、でちゃんと安全にこいつを着手するっていうね、そういうギミックとなっております。クインテッドマジシャンでええやんとか、マジカライズフュージョン入れろよみたいなあのコメントに関してはマジで受け付けてない。今日そのコメントに関してはマジで受け付けてない、マジで。マジで受け付けないから。ということで、早速ねサイバース救っていきましょう。私たちの力でデュエルスタンバイ、救っていこうぜサイバースを、よサイバースを救っていこうぜ、俺たちの力でノーガードエンドだぜ。死にそう、めちゃめちゃ死にそう、めちゃめちゃ簡単に死にそう。ちょっとマジでサイバー、あーもう救えねえよこのモンスター。誰かこのモンスター救ってくれ、誰かサイバース族を救ってくれ。オーケー、でも融合しないでお願い。サイバーティックオーバーフロー、あ融合なさそう、融合ない、いける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 ぞ、おいけるぞ、いや弱いぞ相手、いける。コズミックサイクロンの効果を発動、コズミックサイクロンの効果によってそのなんかクソ鬱陶しいトラップカードは除外させていただく。さあ効果を使うか、効果は使わない、オッケー。スキル発動、儀式の使い手、手札を1枚で引きもし、儀式モンスターを手札に加える、そして手札より孤島儀式技術の効果を発動、デッキよりサイバース族モンスター2体を墓地に送り、儀式召喚、ネクロスのディサイシブのネクロスかっこサイバース族、そして墓地のサイバース族モンスターをこのゲームから2体除外し、現れよデグレネードバスター。1個言っていいですか、1個言わしてもらおう、これはデグレネードバスターである必要あるのか、クインテッドマジシャンの方が強いんじゃない。さあお邪魔たちの故郷、珍しいスキルですね。あとはあー強いねこれ、あこれと決まるわ、これこれはもらった、これはもらい、これはもらい申した、
俺はもらい申した。新テリトリー強い、新テリトリーは強い。新ワールド OK、 セット OK、 セット OK。 コズミックサイクロンの効果発動。とりあえずテリトリーしか対象に取れませんが、一応これで1000円払ったことによって儀式の使い手の効果を発動。どうでもいい、来てはいけないモンスターをデッキに申し、モンスターカードをお手札に加える。そして手札よりマジックカード高等技術の効果を発動。デッキの通常モンスターサイバーストグモンスター2体を墓地の国現れよ。ディサイシブのネクロス、そしてディサイシブのネクロスの効果を発動。相手のセットカードを1枚除外する。そして墓地のサイバーストグモンスターをゲームから除外し、おい待ってくれ、これデグレードバスター活躍しないぞ。これデッキどうなってんだ、おいちょっと待ってくれ、シントゥルース出せよ、除外できたのによ。おいデグレネードバスターよ。さあお相手の方、ダークシグナーカーリーナギサンセ、お来た、これ遊戯王界、トップ2の女性お二人ですね。遊戯王界トップ2です、これトップ2のお二人、遊戯王界トップ2。まあ、どっちの方が人気かっていうのがね、常にね、オタクたちの間でね、いろいろ言われてるんですよ。オタクたちの間ではもう日夜議論が重ねられているっていうね。要はアスカちゃんのまあこの美しい容姿と、まあ、ちょっと金髪っぽいこの感じがいいのか、それともなぎさちゃんのちょっとなんかそのなんていうのかな、初々しい田舎からなんかそのちょっと出てきたってみたいな、出てきたってみたいな、そういうまあ雰囲気、なんていうの、芋感っていうのがいいのか、ちょっと、まあ、そういうところがね、まあちょっと日々そのオタクたちの間であれなんですよ、議論されてるんですよ。俺はどっちかって言ったら、ちなみにどうでもいいんだけど、あれ知ってました、カーリー渚とメガネ版のカーリー渚と木馬選手、デュエルモンスターズの木馬の服装、あれ同じなんですよね、あれなんか青と白のロンティーみたいなやつ、あれ同じなんですよね。あれなんか遊戯王界で流行ってるんですか、すごいソリティアが始まりそう。これ何ソリティア、これ何ソリティア、何ソリティアなんだろう。場合によっては普通にサレンダーするわ、普通に、ちょっとめんどくせえから。場合によっては普通にサレンダーするわ。フォーチュンフューチャーオッケー。なんか何普通になんだろうな、ソリティアデッキはいいんだけど、そうなんかなんだろうな、カタパルトタートルで射出するとか、そういうなんか先行アンケル系のデッキなんだったら本当に壁でやってね、マジで壁でやってほしい。それに関してはそれはさすがにちょっと動画では使えないかなと私は思っております。あれは本当モブとやってくれてればいいんでねぶっちゃけあれは本当モブとやってくれてれば全然いいんで、対人戦で使う必要性は本当一切ないんで、できれば俺が今なんでここで俺サレンダーしないかっていうと、この時期だからズシンとかの可能性あんだよね。そうだからもしかしたらだけど、そういうなんかロマンあふれるデッキを作ってきてる可能性もあるから一応見ているっていう感じですね。うん、さあどうなんでしょうか、頑張っておりますよ。さあ止まりましたね、腕が止まりましたね、投げさ選手大丈夫でしょうか。ちなみに僕はアスカよりはカーリーの方が好きです。なんでかっていうとおへそがエロいから。おへそがね素晴らしいのでね、いつも言ってるように私カーリーのおへそであれば5時間は、舐め回せるとこのように自負しております。ちいちゃん来た、いいね、でお互いにワンドロー来た、お互いにワンドロー、いいねいいね、いいよ、いいんじゃない。さああとはシンクロキャンセルとかを頑張って引いてほしいといったところ。ちいちゃんいいねいいねいいね、ウォーテリーいいね、ウォーテリー、あーいい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 いねいいね、今のところいいよ。さあ何が、さあシンクロキャンセル来た、今何が起きるか、本当にここまでのギミックは大体の時同じなんで分かんないんですよね。こっからなんかでもね、いや俺もね図心デッキ作ったんでよかったら見てほしいんですけど、このちいちゃん入ってるって結構7シンクロしたいんじゃないのかな。あれまですオッケー、あれまですオッケー、オッケー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 、いいよ。でキャンセル、あーいいねいいねいいよ、そこまではいいよ。
そこまでは、そこまでは読んでいらっしゃ。はいはい、ツードロー。お、強い。あと2枚。結構いい感じ。割と。いいんじゃない。で、あ、オーケー。6、1インクロー。え、これエンシェント。あ、エンフェだ。え、これさ、これずしんじゃないかな。これずしんじゃないよ、これ。特定のモンスター入ったら特殊召喚する。いいよ、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 誰。キーメイスだ。絶対ずしんだろ、これ。絶対ずしんだ。絶対ずしんだ。来た。応援するぞ、俺は。頑張れ。すげえ、すげえ、出た。先行一旦目ずしんだ。先行ずしんチャレンジ来た。うわー、来た来た。あ、強い。いけいけ、頑張れ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 、いいぞ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 。ずしん戻し、よっけよっけよっけ、いいよ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 、いいいいいい、ずしんオッケー、ナイス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 。やっぱね、結構ね、今ルーム戦でやってるんですけど、今これ撮影は最後の試合大体そうなんですけど、やっぱルーム戦ってね、面白いデッキがね使ってくれるんですよね、やっぱ。ちょっと待って、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 ちょっと待って。